お世話になります、ひとりでございます。冠雪原にはバッジ0個の状態でいきなり行くことができますよね。で、初めにピオニーと戦いますが、この戦いは負けても進むことができ、その後すぐに初めてのダイマックスアドベンチャーをやることになるかと思います。つまり裏技でもなく正規の方法でバッジ0個の状態でスイ君レベル70を入手できるわけです。となるとこのスイ君を使えばどれだけ早くストーリーをクリアできるか気になりますよね。私は気になりすぎて睡眠ができなくなりました。多くの方も同じ状況だと思いますので、今回はバッジ0個でスイ君を入手したらストーリーは何時間でクリアできるのか検証していきたいと思います。この企画のルール、テーマは正規の方法で早くクリアすることで、縛りを設けてもどうせ無双できるので何の縛りも設けません。元のパートナーも逃がしません。とにかく最初に冠雪原に行ってスイ君を入手してから普通にストーリーを進めるだけです。スタッフロールが終わって最初にレポートを確認した瞬間のプレイ時間を記録とします。なお私は RTA ガチ勢ではなく完璧な最短ルートは進めないので、あくまでも普通の一般人のクリアタイムとして参考にしていただければと思います。はい、じゃあゴリーという名前でね進めていきたいと思います。まずはねここをじゃんじゃん普通に進めていくだけですね。よし、スタートしたから、まずは設定でね、とりあえずこれ話の速さとかも変えちゃいたいと思います。バックショッテク、これで冠雪原行ったら風邪ひくぜ絶対。ヒバに選んでいきましょう。はい、ホップを潰していく。よし、2回目ホップもぶっ潰す。うわ、こいつゲットしないと冠雪原もいけないんだ流れ的に。おっしゃー、ゲットした。はい、冠雪原いっちゃいましょう。はい、冠雪原到着。そうだ、負けるためにちゃんと手持ちを1体にしとこう。はい、勝負していく。11レベル対70レベルだからね。うわー、かわいそう、もう粉砕されてるよヒバに。はい、ダイマックスアドベンチャーやっていきましょう。ここはレンタルパーティーだから普通に進められるっていうことですね。これ1回でクリアしないとな、2回かけたら結構時間かかっちゃいますからね。よし、なんとかいけそうっすね。うわ、負けたわ。なんでこういう時に限って負けんの、マジかよ、無駄にかかった時間。おい、ちょっと待ってよ、それないわ。いや、ついでにこれゲットすることになっちゃうな。なんでこういう時に限ってなんの、マジで超うざいんだけど。うわ、ちょっとこの時間も無駄にかかっちゃいますね。本当だったらこいつ起こさず元に戻ればいけましたけど、今これちょっと無駄な時間になっちゃってますね。はい、もう一回スイ君やっていきましょう。バカだな本当に。よし、倒してくれた、あぶねえ。まためちゃめちゃギリギリだわ。ふざけんなよマジで。そもそも企画が成り立たないところだったわ。はい、ちゃんとねこれはバッジ0個でもしっかりゲットすることができますね。はい、じゃあスイ君連れて帰りましょう。はい、ということで後でスイ君1回目の挑戦の分の時間だいたい10分ぐらいは引きますので、そこでゲットしたねマタドガスって入れてたらまたちょっと違う時間になっちゃうと思いますので、ちゃんと正規の方法で1回目でゲットした体で進むためにマタドガス抜いてね、この3体でいきたいと思います。ヒバニーレベル11、スイ君レベル70、ヤドのレベル12でいきたいと思います。ちなみに今の段階で1時間9分です。まあこれで手に入ればいいでしょ、あとはもう無双だからね。彼はフリーズ村の方に走っていっていますが、私はねワイルドエリア行きますよ。ここもうみんな怖くて寄ってこないでしょ、怖すぎて私が。つかお前今の時点で多分倒せるわ。いや意外と無理か。はい、エール弾をスイ君で黙らせていきましょう。まあ、こいつら絶対ビビって毒だろ、戦う前に。普通だったらこいつら逆に勇敢な男たちだよ。はい、スイ君で、これ結構ね質問多かったんですけど、このゲットしたスイ君って言うこと聞くんですかっていうね質問めちゃめちゃね来たんですよね、コメントで。でもこれって当たり前ですけど普通に聞きますよね。だって自分が親じゃないですか、だからやっぱ聞きますよね。なんでだろう、これ今までそういう仕様あったんですかね、自分のポケモンなのに言うこと聞かないっていうのは。まあ一応これでちゃんと言うこと聞くことはちゃんと証明できました。あとそもそもゲットできないんじゃないかっていうね質問がもうめちゃくちゃコメントで来てましたね。確かにゲットできるかできないかってのはちょっとまあ疑問の余地はありますけどね。まあでもどちらもできるということで、いやもうなんかこの戦闘の内容に触れず先に進んでましたわ。もうそれぐらいもう余裕すぎてサクサクいっちゃいたいと思います。もうこの驚きじゃ済まないと思うよ多分、こんだけ強いやついたら。いやホップむしろもう元気にしてやるぞって、もう元気にされたらもうスイ君暴れまくりだわそんなの。てかむしろホップいらないわ、俺一人戦いたいわ。よし、勝負しよう。グッバイ。よし、ビートさん、グッバイ。野郎の野郎を野郎。
Goodbye. はい、ホップ勝負ね。さよなら、さよなら、さよなら。はい、ルリナ行くよ。Oh, goodbye で今。おし、ビート行こう。さよなら、ただ。よし、マリちゃんとやっていこう。さよなら、大好きな人。おっしゃ、カブさん行きましょう。さよならさえ上手に言えなかった。おっしゃ、ホップセン、グッバイ。はい、オニオンみじん切りにしていきましょう。グッバイ。またビートか。さよなら。はい、おばさん狩りしていきましょう。バイバイ、ありがとう、さよなら。何度目の勝負だよ。ハローグッバイ、ハローグッバイ。やっと1レベル上がった、ここに来て。メロン食べようっと。このくらいになるともう一発どころか何発やっても倒せないわ。さよならバスは。またホップね。さらば友よ。よし、マリーさん行こう。さよならに変わる言葉を僕は探してた。今私は朝5時に寝ずに寝ずと対戦しております。普通にスイ君死んじゃったんだけど、元気のかけら使わなきゃいけないなって。さよなら、また会いましょう。キバラン潰すよ。氷ターンで溶けるっつうね。よし、ラスト一騎打ちになっちゃった。ギリギリだ。とりあえずさよなら。よし、マリーとやるよ。いざさらば。よし、ホップセン。ああ、スイ君死んじゃった。やっぱスイ君一人じゃ無理だ。さらば友よ。はい、オリーブ料理していきましょう。いやー、ちょっと待ってくれ、本当に自己再生で受けられてるし。さよならは。おっしゃ、ラストビート戦。涙をこらえて笑顔でさよなら、切ないよね。はい、ルリナぶっ潰す。グッバイ。はい、オニオン料理していきましょう。つかもう20レベル差あるけど、ほとんどのポケモン一発で倒せないですね。さよならを言うな。あともうちょっとキバナ潰そう。さよならバイバイ。はい、ローズに別れを告げましょう。負けたからってうつむくんじゃねえよ。はい、行こう。やっぱ火力低いから時間かかんね。腕やろうと戦いましょう。よし、余裕。OK、ラストダンデ戦。てか一通りやって75レベルだから5レベルしか育ってないですね。まあ瞑想積んで終わらそう。はい、ダイマックスするまでもなく一発。もう喜びもないね、余裕すぎて。いや、意外と余裕でもなかったな。サンキューエブリワン。はい、 OK、 これで終わりましたんでレポート確認していきましょう。プレイ時間は6時間9分でございました。これだからスイ君2回挑戦しましたから、その分引くとだいたい6時間ぐらいってことですかね。で、私無双企画っていうのを他の動画でやってるんですが、ポケモン1体でクリアするっていう企画で、そのね、最短プレイ時間は7時間半なので、やはり寄り道して最強のポケモン捕まえれば相当短縮できるってことは分かりますね。ただ後半以外はほとんど A 連打でストーリー進められますので、やりがいはないです。ということで検証結果、バッチゼロ個でスイ君を入手したらストーリーは6時間でクリアできるでした。確か剣盾の RTA ってすごい人とか4時間台とかでできると思うんですけど、まあそれには全然及びませんでしたね。ただこれは私みたいな素人がですね、ただ冠雪原に最初行って、まあ、何も考えず進めてこれですので、例えば1個ロムクリアしたいなと思った時にサクッとクリアできちゃうので、このね攻略方法はなかなか実用的なんじゃないかなと思います。ただ今回やって思ったのは、スイ君って耐久面ではやはり結構すごいんですけど、火力が低くてですね、後半はそんな耐性ないポケモンでも2回攻撃しないと死なないみたいなことありましたので、ガンガン無双していくっていうのに最適なポケモンとまでは言えないかもしれないですね。まあ、今回ね、全然考えず早くクリアできるとはいえ、2時間睡眠とかでねやってたんで、めちゃくちゃ正直クタクタです。なので今から癒されに水の都ベニス行くんで、バイバイキン。テロリストじゃない。